はい、どうもフガです。いきなりなんですけど、こちらの音源をお聞きください。はい、いかがだったでしょうか。クランチとヘビーなちょっとメタルっぽいサウンドを聞いていただきました。で、今のサウンドをギターをね、アンプのセッティングをクリーンにしてギターをつないで、で、ああいう音を作るってなると、まあエフェクターが必要ですよね。でも一つの歪みエフェクターだとどうしてもクランチとヘビーなサウンドっていうのを両立するのは難しいんですよね。でも今回一つだけのエフェクターを使って、あの二つの音色を作りました。なので今回はそのコンパクトエフェクターの方を紹介していきたいなと思います。でね、はい、こちらです。マクソン ROD880 っていうエフェクターなんですけど、こちらですね、真空管がここに搭載されてまして、あとはもう普通の歪みエフェクターで、名前はオーバードライブって売ってるんですけど、先ほど聞いていただいた通り、かなり幅広い音色が作れます。なので今からちょっとこれをサウンドチェックしていきたいなと思います。では画角を変えて説明していきたいなと思います。ギターなんですけど、ギターは PRS のスタジオというモデル、アンプはブラックスターの JJL20 という、ジャレット・ジェームス・ニコラスというギタリストのシグネーチャーモデルのクリーンチャンネルを使って音出ししていきたいなと思います。ではクリーンチャンネルを聞いてください。はい、クリーンサウンドはこんな感じです。で、オンにしていきます。つまみのセッティングなんですけど、まあゲイン、それからボリュームで、ベース、ミドル、トレブルという感じのつまみになってるんですけど、全部一回12時にして音出ししていきたいなと思います。ではオンにしていきます。かなり暖かいサウンドだなっていう印象ですね。で、真空管が入っているので、音としては結構暖かみがあるっていう感じですかね。チューブスクリーマーの派生と言ってもいいかもしれません。では、原因のつまみからいじっていきます。いかがだったでしょうか。かなり原因の幅があるなということが分かったと思います。で、原因がゼロの状態の時、まあ、別にかなりクリーンになるわけではないんですけど、実はボリューム、ギターの本体のボリュームの方で
歪みがコントロールできるようになっているので、そちら一回確認したいなと思います。一回ゼロにします。ちょっと音圧というか音量が下がるので、ちょっと上げて、音量を上げて、もう一回弾いてみます。これでだいたいギターの本体のボリューム7ぐらいです。ギター本体のボリュームの方で原因のコントロールができるようになってるんですよね。原因の方をマックスにして、もう一度確認もしていきたいと思います。ギターの本体ボリュームはマックスです。ギターの本体のボリュームを4ぐらい、4メモリぐらいにした状態で今のサウンドが出せたので、かなりボリュームで、ギター本体のボリュームで原因のコントロールができるなという印象です。では続いて、ちょっと原因を12時の方向に戻して、EQ を3つ見ていきたいと思います。まずベースから見ていきます。12時の方向なので、これ1回0にして、原因と同じように、0からマックスまで一連の動作で見ていきます。はい、いかがだったでしょうか。かなりベース効きますよね。ゼロの状態だとかなり音量も下がってしまって、音圧ごと結構スカスカになっちゃうっていう感じなんですけど、12時の方向に戻した時にかなり圧が戻りますよね。でさらにはマックスにした時にはもうこれどういう時に使うんだってぐらい分厚くなります。でミドルを見る前に一回トレブルの方から先に見ていきたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。かなりトレブルは一般的なエフェクターと同じような感じで聞いてくれますね。ただやっぱり共通して言えるのは、ミニマム0にした状態だと音量ごと下がってしまうので、ちょっと高音がきついなと思って下げるときは音量ごと一緒に上げて、音量を上げてトレブル下げるような感じで、レンジがトレブルも広いです。なのでかなりね、いろんなサウンドメイクができるかなと思います。では12日に戻します。続いて最後、ミドルを見ていくんですが、ミドルは先ほどのベースとトレブルとちょっと違って、サウンドのキャラクター自体がガラッと変わっていきます。なので一回これをゼロにしますけど、もうこっからもう全然サウンドが変わっていきます。では弾いていきます。
かなり重心が下がったのがわかるかなと思います。サウンドのキャラクター自体がもうガラッと変わって、結構メタル寄りのヘビーなサウンドを作れるので、そういった音色を出したいときはもうこれミドルゼロにしちゃっていいかなと思います。冒頭のヘビーなサウンドはこのミドルをゼロにして撮ったセッティングになってます。では引き続きミドルの方の確認をしていきます。いかがだったでしょうか。ミドルもかなりレンジが広いですね。レンジが広いかつサウンドのキャラクターも変えられるっていう感じなので、ミドルで好きなサウンドのキャラクターをまず設定するってところで、音の方向性を決めてからそれぞれのつまみを設定していくっていう感じのサウンドメイクになるのかなと思います。さらにですね、この ROD880 にはもう一つ機能がついていまして、ちょっとこう変えますけど画角を、はい、ちょっとこちら画角をちょっと変えたんですけど、じゃあちょっとね、本体の側面のところにあるつまみなんですけど、これ何かと言いますとノイズリダクションなんですね。すごく便利ですよね。こちらにオンオフスイッチがこうカチカチ切り替えられるようになってまして、オンにしてあげるとここのつまみが効くようになってます。今現在は12時方向に津波のセッティングになってるんですけど、これオフにするとジーって聞こえると思うんですが、かなりノイズが解消されてるのがわかると思います。12時の方向でこれで原因のセッティングというか、この本体のセッティングは今全部12時方向なので、かなりノイズの処理が期待できるなと思いますので、かなり便利な機能が搭載されているなと思っています。あんまりエフェクター本体についてるってことがないので、優秀なポイントなんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたか。マクソン ROD880、 こちらの商品を紹介しました。かなり幅広いサウンドメイクができるペダルだなという印象でしたよね。ゲインの幅だったりとか、 EQ のそれぞれのレンジの広さだったりとか、あとはノイズゲートが搭載されているとか、かなり多彩な機能でとても使いやすいペダルだなと思います。そしてこちらの MAX の ROD880 を使用している著名のアーティストについてちょっと調べてみました。まず僕がこのマクソン ROD880 を知るきっかけになったのが、ラルカンシェルのハイドさん。ハイドさんが使っていたので僕はこの商品を知ることができました。ハイドさんは今現在こちらのマクソン ROD880 を1台使用しているんですが、以前までは2台使用していたことが分かりました。このペダルでハニーなどのギターを弾いていたということらしいんですけど、かなりすごいですよね。さらにはアレキサンドロスのギターを務めている白井さん、あとは爆竹のギターのお二人ですね、もう使用していることが分かりました。もう少し調べたら、著名なアーティストもうちょっと出てくるとは思うんですけど、今調べただけでもこれだけの方々がいらっしゃったので、これだけ著名なアーティストに使われてるエフェクターペダルってあんまりないと思うんですよね。なのでサウンドの方はかなり保証できるかなと思います。続きましては MAX の ROD880 を購入するにあたっての注意点を2つまとめさせていただきました。まず1つ目なんですけど、生産完了品ということです。
生産完了品ってどういうことかと言いますと、もう生産がストップしてしまって入手するには中古品、まあ人に一度渡ってしまったものを買うっていう感じになるので、セカンドユーザーっていうのが条件になりますね。自分がこのペダルを買ったのが約3年前ほどなんですけれども、その時はハードオフで買ったんですが、4500円ほどでしたね。かなり安く手に入れることができました。今現在の中古の相場を調べたところ、約6000円から7000円ほどになっていました。まあ、なのでコンパクトディテクター一つって考えると、まあ、かなりリーズナブルな方なのかなと思うので、コストパフォーマンスはかなりいいのかなと思います。2つ目なんですけれども、アダプターについてですね。 ROD880 に関しましては、実は 10V 駆動になっています。こちらの専用のマクソンから出ている純正のアダプターが付属しているんですが、こちらが 10V 対応となっております。なので購入する際はこちらの純正のアダプターが付属しているかどうかをまず確認してください。今現在のエフェクターだと 9V の駆動が主流になっているので、 10V のアダプターを別で探すってなるのが結構難しいと思います。なのでこちらの純正のアダプターが付属しているものを必ず買ってください。以上で Amaxon ROD880 の紹介を終えたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。